ラインの黄金は、リヒャルト・ワーグナーが1854年に作曲し、1869年に、初演した楽劇、台本も作曲者による、ワーグナーの代表作である、舞台祝祭劇、ニーベルングの指輪4部作の、ジョヨルにあたる。ラインの黄金は、歌劇、ローエングリンに続くとともに、後に、楽劇と呼ばれるようになった、最初の作品である。 4部作はそれぞれ独立した性格を持ち、単独上演が可能である。このうち、ラインの黄金は、全一幕4馬からなり、上演時間は、約2時間30分と4部作中最も短い。物語も音楽もかなり変化に富み、女エルというだけでなく4部作の中で最も、親しみやすい入門編的性格も持つ。 第4話の幕切れとなる、バルハラ城への神々の入場の音楽は、演奏効果が高く、しばしば還元楽のみで独立して演奏される。物語は、エッタ、ボルスンガサガなど、北欧神話の物語を軸にしつつ、ドイツのジョージシ、ニーベルンゲンの歌をはじめとするドイツ英雄伝説や、ワーグナー独自の重層的、多義的な世界が構築されている。直接引用されてはいないが、 口実の通り、ギリシア神話の影響も多分に見られる。ラインの黄金の台本は1852年11月、音楽は1854年にそれぞれ完成された。1869年9月22日、ミュンヘン宮廷歌劇場にて初演された。ニーベルングの指輪4部作全曲の初演は、1876年8月13日から17日まで。 開催された第1回バイロイト音楽祭においてで、ある。バイロイト音楽祭では4部作が連続上演される。内訳は以下の通り。ワーグナーは1856年4月末にバルキューレの作曲を完成するが、この頃の手紙に指は4部作のために劇場を建てて上演したいと書いている。この時点で、ジークフリート神々の黄昏はまだ完成していなかったが、 ワーグナーには、後のバイロイト祝祭劇場の構想がすでにあり、四部作は連続して上演されるべきで、そのいずれかを取り出して上演することには反対であった。しかし、ワーグナーを信奉し全面支援していたバイエル号、ルートビヒ2世は、前作の完成まで待ちきれず、ラインの黄金とバルキューレは、全曲初演に先立ち、単独で上演された。 従来のオペラ作品に必ず用いられた合唱が本作では採用されない。舞台で描かれるのは神話の時代であり、キャラクターとしての人間も登場しない。前作、ローエン・グリンの三巻編成から四巻に拡大されて、後のマーラーの公共曲の楽器編成の基礎になった。特にホルンが金管楽器ともバランスを取るために八本に増強され、 バストランペットやコントラバストロンボーン、作曲者が考案したチューバとホルンの中間の楽器、ワーグナーチューバが初めて使用されていることが特徴的である。また、弦楽は人数が指定されている。ピッコロ、フルートさん、オーボエさん、コーラングレ、クラリネットさん、バスクラリネット、ファゴットさん、ホルン8、トランペットさん、バストランペット、トロンボーンさん、 コントラバストロンボーン、コントラバスチューバ、ティンパニー2体、トライアングル、シンバル、バスドラム、タムタム、ハープ6、ゲンゴブバンダ、カナトコ18、ハーププラス1全一幕、4場からなる。各場は、還元楽の感想によって切れ目なく演奏される。生成の同期舞台は、ライン側の家庭。ニーベルング族のアルベリヒは、3人のラインの乙女たちに、いい夜が、 乙女たちは彼を長老する。アルベリヒは川の底に眠る黄金を見つける。ラインの乙女たちから愛を断念する者だけが黄金を手にし、無限の権力を得て世界を支配する指輪を作ることができると聞かされた。アルベリヒは愛を捨ててのロイ、黄金を奪う。ボータンは巨人族の兄弟、ファーゾルトとファーフナーにライン下ンの惨上に、 巨城バルハラを作らせ完成させていた。兄弟へは、報酬として、女神フライヤーを与えるという契約になっていた。しかし、もともと約束を果たすつもりのないボータンは、この契約を進めたローゲに、考えがあるはずとして、ローゲに、事態の収拾を図らせようとする。フライヤーを連れ去る巨人たちローゲは、アルベリヒが、ラインの黄金を奪い去ったことを皆に話し、 ラインの乙女たちが指輪を取り戻して欲しいと願っていることを伝える。ニーベルング族とは確執のある巨人たちは財宝の話に惹かれフライヤーの代わりの報酬にせよと言い出す。ボータンは自身が世界を支配する指輪を得たいと望んだことからこの申し出を拒む。怒った巨人たちはフライヤーを人質にして連れ去ってしまう。フライヤーの作る若返りのリンゴが食べられなくなった神々は 若さを失い始める。意を決した、ボータンは、ラインの黄金を手に入れるために、老下を伴って地下に降りてゆく。アルベリヒとニーベルング族地底のニーベルハイム。アルベリヒは、ラインの黄金を指輪にため、その力で、ニーベルング族の王となって、弟のミイメも霊属させていた。ミイメは、アルベリヒの指示で作らされた魔法の隠れず金を密かに、奪おうとして、アルベリヒに見つかり、 鞭打たれる。ボータンとローゲは、右目から事情を聞き出し、アルベリヒに近づく。アルベリヒは二人を警戒するが、次第に、ローゲの口車に乗せられ、おだてられて、魔法の隠れずきを使って、カエルに変身してみせたところを捕らえられてしまう。ボータンとローゲは、アルベリヒを縛り上げ、地上に拉致する。再び山上の明けた大地ボータンは、アルベリヒに、 身の白金を要求し、アルベリヒは仕方なく、ニーベルング族を使ってかき集めた財宝を差し出す。それでもアルベリヒは許されず、道下に魔法の隠れず金を奪われ、ボータンからは、ラインの黄門を鍛えた指輪を無理やり、取り上げられてしまう。ようやく自由の身になったアルベリヒは、指輪に死の呪いをかけて去る。しかし、念願の指輪を手にした、ボータンは意に返さない。 巨人族の兄弟がフライヤーを連れて現れ、フライヤーの身の丈と同じだけの財宝を要求する。老ゲとフローがニーベルング族の財宝を積み上げていく。老ゲが隠れず金を差し出してもまだ足らず、巨人たちはボータンの指輪を要求する。ボータンはこれを断固拒絶、指輪はラインの乙女たちに返してやってはという老ゲの申し出にも取り合わない。この時舞台は暗転し、 岩の裂け目から、エルダが登場する。エルダは、ボータンに、呪いを避けて、指輪を手放すよう警告し、世界の終末が迫っていると告げる。ボータンは指輪を巨人たちに渡し、フライヤーを解放させる。財宝をすべて手に入れた巨人の兄弟は、その取り分をめぐって争い始め、ファーフナーは、ファーゾルトを梱包で撃ち殺す。アルベリヒの呪いが早くも現れたことに衝撃を受ける。 ボータン。ドンナーがハンマーを振るって雲を呼び集め、雷を起こす。これより、バルハラ城への神々の入場の音楽。フローが神々の城に虹の橋を架ける。ボータンは城にバルハルと名付ける。剣の動機がトランペットで現れ、英雄の登場を予告する。虹の橋を渡って、神々は入場してゆく。残った老下は神々の没落を見通し、 炎となって、すべてを焼き尽くしてしまおうと独白する。ラインの娘たちの嘆く歌が、谷底から聞こえてくる。バルハルの動機や、虹の動機による、壮大で圧倒的な音楽による幕切れ。ラインの黄金において、特に重要なキャラクターは、ボータン、アルベリヒ、ローゲであり、この三人の配役が上演の出来を大きく左右する。 彼らに次いで重要なのは、巨人族のファーゾルトとファーフナー、そして、知恵の女神エルダである。ラインの乙女は三人一組のキャラクターだが、四部作の冒頭とフィナーレを飾り物語全体の鍵を握っている。ラインの黄金の音楽は、前作、ローエングリにより、還元学編成が拡大されただけでなく、実験的と言えるほど激性、表現性が打ち出された、いわゆる、 学劇スタイルをとる。歌詞との関係では、歌詞の韻律と音楽の白節を意図的にずらすことで、より心理的、演劇的表現が追求されている。また、小人や巨人など異形のキャラクターの表現も特徴的で、小人には半音進行が多く、請求でギクシャクした音恵を当て、巨人に対しては暴力的リズムの反復に、金管のそやな響きが組み合わされる。 さらに、異例な進行を反復することで、正常な進行を以かさせる効果を打ち出した。例えば、第3話でミーメーが、アルベリヒが口へ巡らしと歌う箇所では、3度音程を言語度という感覚で反復進行させ、その後に続く単純明快な超3和音の分散型が、きっかでおぞましい印象を与えるものとなる。この手法は、 ワーグナーが後に掲げた価値の反転の先ブれとなるものである。槍の動機イコール、契約の動機、指輪の動機、剣の動機フランスの音楽学者、アルベール・ラビニャックによれば、指輪4部作中に計82のライトモティーフが数えられ、そのうち34がラインの黄金に現れるとされる。ライトモティーフは、キャラクターに固有の恩恵をつけるというような単純なものでなく、 一つの動機が複数の概念をはらみ、さらに別の動機に発展、変容するなど、相互に謹慎性を持つものがある。例えば、第1話から第2話への転換では、指輪の動機がバルハルの動機へと滑らかに移行する。また、幕切れ近くに初めて示される、剣の動機は、台本で直接、剣について語られることがないにもかかわらず、変に蝶々の中に、 波長調で現れ、自作の悲劇を予告するかのような働きをする。これらは、ライトモティーフの体系化を困難にしている。ワーグナー自身が、ライトモティーフについて説明したことはなく、指輪4部作のライトモティーフについて、最初に分析したのは、ハンスフォンボルゲンである。ワーグナーは、ボルゲンの分析について、 自分でもこれほど見事に分類できないと語っている。これらはワーグナーがライトモティーフの体系があえて拒んだことを示唆しているとも考えられている。ワーグナーは1840年代の半ばにアイスキュロスのギリシア悲劇に接し、ソポクレス、エウリピデスの悲劇、ホメロスの女ジ,ジシ、プラトンの著作などを少量し、アリストパネスを高く評価していた。指輪四分作において、 中でも強い影響が見られるのは、アイスキュロスである。アイスキュロスの悲劇のうち、特にワーグナーが手本にしたと見られるのは、オレステアとプロメテウス各三部作である。アイスキュロスの頃、ギリシア悲劇は三部作として上演されており、これにサチュロス劇を加えた四部構成とされた。指輪四部作は、この形式を踏まえたものである。 アイスキュロスの役者、ドロイゼンは、プロメテウス三部作の復元を試みており、ワーグナーは、この復元版に依拠している。この復元版と照らすと、四部作のうち、ラインの黄金は、火をもたらすプロメテウス、バルキューレは、縛られたプロメテウス、神々の黄昏は、解放されたプロメテウスというテーマが対応する。残る、ジークフリートはサチュロス劇に対応することになる。 また、指輪四部作に、舞台祝祭劇と名付けたのも、ギリシア悲劇が、最終的に上演されていたことを受けたものであり、ワーグナーは四部作と同時に、これらを上演するための特別な劇場を構想、後のバイロイト祝祭劇場建設に至る。ラインの黄金音では、四部作の中心主題となる、世界を支配する、指輪が作られた経緯が語られ、それに伴って、 愛情と権力の葛藤という図式が提示される。アルベリヒが権力を求めて愛を捨てることが物語の発端となるが、ボータンとフリッカの対立や巨人族兄弟の対比にも、また権力思考及びこれと相対する愛情思考の投影が見られる。こうした二元論、宇宙論的構成は古代イギリシアの哲学者。 エンペドクレスの応用である。第2話では、老ゲが水、地、風をへめぐってきたと歌うが、老ゲ自身は火の化身であり、エンペドクレスが唱えた四元素説がここに示されている。エンペドクレスは、四元素を結合する要素が、愛、分裂させる要素が憎悪であるとした。ワーグナーは本作品にナイザピールや、 ナイドタットなど造語を用いており、この造語成分であるニードは、ネイコスとゴロ、意味内容が一致している。ニーベルングの指輪を構想中のワーグナーは、ドレスデン放棄に参加して、スイスに亡命を余儀なくされた。この事件は、ワーグナーの革命思想を挫折させるものとなったが、指輪四部作にはこの思想の名残が認められる。また、四部作に先立って構想的に書かれた。 ニーベルンゲン伝説及びジークフリートの詩ではニーベルング族の解放がワーグナーの念頭にあったことが示されている。例えばローゲにはドレスデン放棄の中心となったロシアの無政府主義者ミハイル・バクーニンの思想の投影が認められる。またラインの黄金では山上の神々、家庭のラインの乙女、地下世界の巨人や小人族と階層の上下関係が明瞭である。 実際、1877年に、ロンドンを訪問したワーグナーが、テムズ川を川上記で観光した際、妻小島によると、ワーグナーは、ここは、アルベリヒの夢が、現実になっている。霧のと、世界支配、労働と、勤勉、至るところを重く垂れ込めた、スモックと感想を漏らしたという。こうしたことから、後世 現代社会になぞらえる解釈がされてきており、以下に例を挙げる。メルセデスベンツの2018年春の CM、ザ・ベスト 4U。ありがとうございます。